は無得点で終了です。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターはダレックス。今日3打席目打った、ライナーセンターへ、センター掴みました。ダレックス、これで3打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはオープンスタンスのモリノ。これが3打席目になります。セカンド取って一塁送球、一塁アウト。左バッターボックスは7番上田。今日3打席目、高めボール球打った、送球がそれた、一塁送る、アウト。これで3アウト。満員の広島市民球場、そのライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは7番ソヨク。これが3打席目になります。アウトロー打ちました、ファーストへ、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番クラ。今日3打席目、高めいっぱいストライク。ワンナッシュから第2球を投げた、打ってから平凡な当たり、ボールを取った、ファーストへ送る、一塁アウト。バッターはピッチャーロマノ。落ちるスライダーをまずは内角、打ちました、センター取りました。岡本下位打線ですが三者凡退に打ち取っています。7回の裏が終わって1対0、カープこの回0点に終わっています。8回の表、1点を追いかけますドラゴンズの攻撃。先頭バッターは8番谷繁。これが3打席目になります。高めストレート外れて、ボースライダーはストライク、インコースへ、ワイドワン、低め判定はボール。バッティングカウントから投げました、ボールストレート外れました。谷繁よく見ています。直球ストライク、アウトローへ、フルカウント、スライダー打ちました。ファーストボールを取る、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー岡本。12ドラゴンズ選手の交代を知らせいたします。バッター井上、初球流し打ち、ショートのグッドビー、一塁はどうか、一塁セーフ、ワンアウト、ランナー一塁に変わります。打順は1番に帰って荒木、今日4打席目。井上飛び出している、ファーストキャンバスの後方、ボールを掴みました。そして右バッターボックスには今が、これが4打席目になります。さあ1球目、第2球を投げました、高めボール、ランナー走った、外れた、2塁送球はどうだ、盗塁成功、際どい球選んでフォアボール、ストレートのフォアボール。そしてここでバッターは福留、今日4打席目、打ったヒット、福留今日初めてのヒットになりました。ドラゴンズゲームを振り出しに戻しました。福留センター前タイムリーヒット。そして迎えるバッターはタイロンウッズ、これが4打席目になります。ゴーアウトロー、第2球を投げた、直球ストライク、高め、さあ3球目、直球ボール内角へ、ツーストライクツーボール、低め空振り三振、ロマノここを抑えました。8回表が終了して1対1、ドラゴンズ同点に追いついています。岡本マウンドを降りまして、高橋今日3番手としてマウンドに上がります。第1球を投げた、緩いカーブ見送ってボール、初球ボールから投げた、高い球打ちました、一塁へ、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山崎、これが4打席目になります。ヒットになります、山崎初安打、ワンアウト、ランナー1塁に変わります。バッターは3番島、今日4打席目、打った、センターオーバー、逆
びていった、フェンス直撃、二塁はセーフ、山崎三塁ですと、カープ今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ここで絶好調男新井、さあここは勝負するか、満塁策を取るか、お一球外してきました、打ちました、レフト取りました、三塁ランナータッチアップ、二塁へセーフ、二塁はセーフ、カープここで勝ち越しました、貴重な1点、バッターは5番前田、これが4打席目になります。初球突っ込けました、危ない球、第2球を投げました、胸元直球ストライク、速い球できました、低めの球打った、ファーストよくる、一塁アウト、8回が終わって2対1カープ1点勝ち越しです。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは5番アレックス、今日4打席目、ロマの降板、ベイル今日2番手としてマウンドに上がります。ヒットになった、アレックス今日初めてのヒットを放ちました、バッターは6番森野、これが4打席目になります。打った、2塁送球、2塁アウト、1塁アウト、ダブルプレー成功、カープいい守備を見せました、カープ勝利目前、打ちました、初球打ち、サード飛びついた、ファウル、さあ次の投球です、カーブ打った、ヒット、ボールは中継、ドラゴンズ同点のチャンスを迎えます。バッターは8番谷繁、今日4打席目、第1球を投げた、ボール低めわずかに外れた、外角高め直球ストライク、まっすぐできました、打ちました、あっと上がった、これは大きい、入れば逆転、どうだ、入るか、見送った、ホームラン、ホームランです、逆転ツーランホームラン、広島市民球場は総立ち、意地の一振りで逆転、バッターはピッチャー高橋、代打は高橋、背番号67ドラゴンズ選手の交代をお知らせいたします。第1球を投げた、高橋光信、背番号1塁送球アウト、スリーアウトです。9回の表が終わって3回にドラゴンズ1点リードに変わっています。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは栗原、これが4打席目になります。高橋マウンドを降りまして、岩瀬今日4番手としてマウンドに上がります。第1球を投げた、切れました、ファウル、低め打った、ボールを取った、1塁送る、1塁アウト、栗原今日ここまで4打数ノーヒットです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番ソヨキ、今日4打席目、ファースト取りました、勝利まであと1人、バッターは8番クラ、このままで終わってしまうのか、直球ストライク、インハイへ、ボールカウントワンダッシング、第2球を投げました、ストレート打った、あと取れない、記録はヒットになりました。バッターはピッチャーベイル、バッターは代打木村、広島市民球場は割れんばかりの歓声、カープ選手の交代をお知らせいたします。バッター木村拓哉、内角ボール球打った、ボール取って一塁送球、一塁アウト、試合終了です。今日のヒーローは谷繁、今日の試合を決定づける逆転ホームランを放ちました。ご覧いただきましたように、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ3対2ドラゴンズ1点差で勝ちました。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。